皆さんこんにちは。ヤンキー翻訳チャンネル主のヤンキーです。いつもヤンキー翻訳の動画をご視聴くださりありがとうございます。さて、ヤンキー翻訳は2024年7月22日に YouTube の運営側から再利用されたコンテンツと認定され、収益化が停止されました。そして収益化復活の再申請は10月末までできないということで、ここまでの2ヶ月間、そしてここから10月末までの1ヶ月間、つまり最低3ヶ月間は YouTube からの広告収益を得ずに運営を続けているということになります。しかしながら、このまま YouTube に依存した運営を続けると、いずれ SOS 兄弟の翻訳動画を継続的に出すことはできなくなるだろうということで、チャンネルを存続させるためにも Patreon アカウントを立ち上げ、そちらで皆様からのご支援をいただいております。Patreon は1ヶ月ほど前に立ち上げ、現在約40名の方に加入いただいております。まずは加入いただいている皆様、誠にありがとうございます。そして1ヶ月をかけてようやく Patreon の特典コンテンツが充実してきましたので、ここからはヤンキー翻訳の Patreon でどのようなコンテンツを視聴できるのかについてお話しできればと思います。まず特典コンテンツ1つ目は、 YouTube では見られない1000本を超える SOS 兄弟のリアクション翻訳動画です。ヤンキー翻訳の収益化を復活させるためには、チャンネル独自のオリジナリティが必要になるということで、今までに出してきたオリジナリティのない状態の翻訳動画は YouTube 上に残すことができません。そこで2024年8月5日までに公開された全ての翻訳動画約1000本は Patreon 限定で公開しております。進撃の巨人、ヒロアカ、ハイキューなどなど、SOS 兄弟の人気リアクションシリーズの翻訳動画を楽しむことができます。続いて特典コンテンツ2つ目は、 Patreon 内限定の SOS 兄弟翻訳動画シリーズです。こちらは YouTube とは別で、 Patreon 内限定で今後翻訳していくシリーズを視聴できる特典になっています。現在は俺がいる、ビースターズ、鬼滅の刃柱稽古編、推しの子2期の SOS 兄弟リアクションシリーズをそれぞれ週1本ペースで公開しております。これらの作品の SOS 兄弟のリアクションを翻訳付きで視聴したい方はぜひご加入ください。次に特典コンテンツ3つ目は、8分を超えるリアクションマッシュアップ動画のフルバージョンです。今までマッシュアップ動画のカット版はヤンキー翻訳にて公開してきましたが、今後はワールドリアクションという別チャンネルにて公開していくことになります。ヤンキー翻訳では SOS 兄弟の動画のみ、ワールドリアクションでは他のリアクターさんも含めて公開という形に積み分けを作っていきたいと考えているためです。ワールドリアクションは概要欄のリンクからご覧いただけます。そして少しややこしいのですが、ワールドリアクションで公開されるリアクションマッシュアップ動画のフルバージョンはヤンキー翻訳のPatreonにてご覧いただけます。ヒロアカ7期や鬼滅の刃4期のリアクションまとめを視聴したい方はぜひご検討ください。続いて特典コンテンツ4つ目は、次の翻訳シリーズを決める投票への参加権です。ヤンキー翻訳では今後新しいシリーズを翻訳する際に、Patreon内限定で行われる投票によって作品を決める場合があります。その際の投票への参加はPatreonに加入いただいている方のみとさせていただきます。そして最後に特典コンテンツ5つ目は、ヤンキー翻訳スタッフホムラと一緒に見る SOS 兄弟リアクション動画シリーズです。 SOS 兄弟のヒロアカリアクション動画の同時視聴動画をヤンキー翻訳スタッフホムラが公開しております。ぜひ SOS 兄弟の良さを分かち合っていければと思います。以上が特典コンテンツの内容です。Patreonに興味を持ってくださった方は概要欄のリンクよりご覧いただければと思います。 Patreonの使い方について分かりづらい点がございましたら、概要欄のヤンキー翻訳公式 LINE からお気軽にご相談ください。ということで、今後ともヤンキー翻訳を何卒よろしくお願いいたします。以上、ヤンキー翻訳チャンネル主のヤンキーでした。